どうも斉藤紳士です、今日は本当に雑談会なんですけれども、筆が乗らない時、ね、小説を書いていて筆が乗らない時の脱出法というのをですね、ちょっと僕の場合っていうのを言おうかなというふうに思います。というのはですね、よく、コメントとかで紳士さんはどういうふうに書かれていますか小説をというふうに言われるんですけれども、僕は別に小説家になってまだないですし、何か特筆してその人よりすごいところはないので、別に偉そうに言えることは本当に一つもないんで、それはちょっとまあ、自分が結果を残してからもし参考になることがあればということで言えることは言おうかなというふうに思ってますし、結構人それぞれ違うんじゃないかなというふうにね、例えばプロットの立て方を教えてくださいみたいなことを言われる時もあるんですけれども、プロットを立てずに書く人もいらっしゃいますし、まあそれは本当に人それぞれなんじゃないかなというふうに思っているので、あまりこう僕がこうした方がいいなんていうふうに偉そうなことを言うことではないのかなというふうに思って、まあそういうのはちょっとまだ今は出すタイミングではないということなんですけれども、じゃあ筆が乗らない時の脱出方法みたいなことを言えるこということはできるかなと、は思うんです。というのは、僕一応ですけども、書くのは早いというか、それがいいかどうかは分からないですよ。とりあえず書くっていうことに関しては結構人よりは早いかなというふうに思うんです。じゃあどうでも、もちろんなんていうんですか、アイデアが出なかったりだとか、全く先が見えなくなったりとかして筆が乗らないっていうことは往々にしてあるんですけれども、じゃあそういう時にどういうふうに打開してるのかというのを僕なりのね、脱出方法というのをちょっと、教えて、もし参考にしていただけたらというふうに思うんですけれども、はっきり言いますと、とにかく書くってことですこれそういう答えじゃない望んでるのはって思うかもしれないですけど、もうそうなんですよ。そうしかない、はい。例えば先が見えなくたって書いてください、書いてみてください。例えば主人公が、ご飯を食べてるシーンで止まってしまった、自分としてはぼんやりとあるゴールみたいなところに行くには、なんか分からないけれども、例えば右行った方がいいなと思ってても浮かばない、その右に行く方向が浮かばないんであれば、まっすぐ書いてくださいって感じですよね。だから食事をしてるシーンがある、このあと何かこう事件がポンと起きてもらわないと困るんだけれども、こっからの書き方がわからないんだったら、トイレに行くシーンを書いてくださいでトイレに行ってもなんか浮かべへんなと思ったら、トイレから出てきて、テレビ見てるシーンを書いてください。でそういう風になんかこうちょっとでもね、なんかこう小説の中の場面っていうのを動かしていると、ふとどっかでつながったりだとか、つながらなくてもなんか糸口が見つかったりすることっていうのは8割ぐらい僕はあるんですよ。だからそっからまたその書いたくだりはバーッと消してしまってもいいんですよ。でも筆が乗らなくても日記だと思ってとりあえず書き進めてください。そうしたら結構糸口がで、本当になんかなんていうの、本当に点と点がつながるみたいな感じで、あっって思う時が来ます。あとこれはお笑いに関しても言えることかもわからないんですけれども、常に考えておくっていうことなんですよ。これも当たり前って言われたら当たり前なんかもわからないですけれども、常にそのアイデアのことを考えておく、小説のネタに関してもそうですし、お笑いのこともそうなんですけれども、もうずっと頭のどっか片隅に置いとくとですね、ある時あっていう、僕一回ね、何のあれとは言わないですけれども、蛇口ひねった瞬間に、水のね、蛇口ひねった瞬間になんか繋がって、あひねったら、あそうかって思ったことがあるんですよね。だから本当になんかね、コナン君じゃないですけれども、何かを見て、えちょっと待てよって思うっていうことは、常にそのことを考えていれば、そういうふうに、えおかしくないかとか思ったりとか、えさてはこうなってこうなって、あそういうことかって分かったりするっていうのはあるかなというふうに思います。はい、というわけで今日はですね、斉藤紳士なりの筆が乗らない時の脱出法というのを紹介させていただきました。どうもありがとうございました。